ばんは。いやー遅刻してないよ、ギリギリ来たよ。ただ今なんかね、あのスタッフがえらいバッタバタしててね、なんか椅子の配置もおかしいし、なんか俺補助椅子みたいになってるんだけど、まあ後で変えようか。おいおい。でね、今日はちょっと若手をね2人ほど、呼んでますんで、後ほど、紹介していきたいなと思います。あれ今日なんかあれやね、あのオープニングからコメント少ないな。今何人？まだ50人ぐらい。まだ50人ですか。かわいい？あ、嬉しいな、ありがとうね。いや今日なんか俺がまだ乗ってないわ。うん、まああのそんな感じでおいおい乗っけていくんでね、今週も1時間、皆様よろしくお願いいたします。それではオープニングからいきましょう、どうぞ。ごめんなさいね、ごめんなさい。ちょっと待って、何今の、何大丈夫？俺変な人みたいになってんで大丈夫？ちょっと待ってね、ちょっとみんな待ってね、もうちょっと。これでいいか、これでこうなってこう入るかな、入る？4人入る？入るか、いけるか、まあいいか、うん、まあいいや。よいしょ、よいしょ、よいしょ。さあ今日はね、あの話したいことがね、ございません。今日はじゃあコメントのみんなリスナーと絡もっかな。じゃあ今日はいっぱい、その前に乾杯しようか、喉乾いた。それでは、まだね50人、ごめんな、ちょっとモニターがえらいガタガタなってるやろ。もう今日なんかスタッフどうした？まああれやろな、人数言うてなかったからやろな、ごめんね。服の後ろ見せて、服の後ろ、はい、服の後ろ、なんか今日よくわからない、まあいいや。はい、それでは皆さん、いつものように乾杯しよう。もう乾杯！一人って寂しいな。ちょっと熱いな、パーカー脱いでええか。キャワタン、キャワタン、もういいか、ちょっともうちょっと、いや、ごめん、いや、俺パーカー脱ごう、熱い。まだ今はいいけど、このパーカーね、ちょっとね、何が違うか見えるかな。このパーカーってここポケットあるやん、ここまでやんねん、ここまで、でここまでないんやけど、いいか、サブランボ、うん。さあ、それでは今日ね、呼んでるですねスタッフ、まあゲスト、まあ、ファンタジーと公平のお店のね、クラブ F のリアルの、若い子がですね、わざわざ僕にですね、SMS ショートメールサービスからですね、打ってきまして、ちょっとぜひとも出してもらえませんかっていうね、要望があったんで、若い子のね、そういう要望は答えてあげようじゃないかと、いうことでですね、その2人呼んでおります。まずは、深い深い病気から、やっと立ち上がってきました。紹介しましょう。ヒデ！ヒデ君、やっと病気治ったね。はい、なるみさん、はしかですね。お前でも年明けてからさ、
何だインフルエンザとノロウイルスとノロウイルスからのハシカです。ハシカ今日もその話しとってんな。そうなんです。あの病弱すぎてな、病弱すぎて耐性がないんでしょうね。耐性耐久、ああまあ大体わかるからいいよあのだからお前あれよ、空気感染であの HIV 移るタイプやで多分。そうですね、うん、ぐらいお前体弱いわほんまに。リレーちょっとみんなに久々やからちょっと挨拶してください。ここ、あ、ここですね。あ、からカメラこっち上げて右ちょ顔が赤いかもしれない。こんばんは。ちょっと3回目の出演とさせていただきます、ヒデです。よろしくお願いします。今日も1時間すごい、なんか まともすぎていやあのね、ヒデ君はね、ハーフじゃないんですよ。8分の1やねんな。ハーフで、ああハーフじゃないです、8分の1ですね。ハーフでもなく、クォーターでもなく、さらに8分の1っていうね、ワンエースですね。ワンエース、ワンエース、かっこええな、なんか名前だけでなあ、ワンエースってかっこええまだ綺麗よな、若いっていいよな。眉毛薄いのにヒゲ濃いって書かれてる。え、眉毛薄いっすか。そのマジでヒゲやめ、もう全然似合ってないから、うん、あ、でも髪型ちょっと意識して変えたんや。あ、そうそう、耳かけてみたりしたんや。そうそうそう、ちょっとヒゲ似合う感じに。焼いたら焼いたらどうなるな。え、ちょっとヒゲアップしてって、もう一回ちょっと右アップして、ちょっとお前ちょっと見せてみ、みんなに聞いてみ。あのこのヒゲ3日前ぐらいにちょっと生やし出したんですけど、横見て、横あとでちょっとアンケート取るやん。それでいらんってなったらお前ちょっと今日絶対それよ。いや、そうなんですよね。今日も一日従業員に、うん、聞いて回ったんですけど、うん、あの半々だから どうすればいいかが分かんないですよね。あ、半々やった、はい、半々でも、うん、反対が、うん、ちょっと多いぐらいなんで、もう揃っかなみたいな。まあ、それをとりあえず、ほら、清潔感とお前、色白いねんからさ、綺麗な顔してんねんから。あ、まあ、とりあえずもう一人ゲスト呼びましょう。それで先ほど言ったようにですね、クラブ F、浩平がいるですね、お店の若手でございます。まあ、若手っていうか、まあ、そんなに新人でもないんですけど。はい、紹介しましょう。リオ佐里夫君。はい、とりあえずここを座ってみて。あ、すいません、お邪魔します。佐里夫君、お邪魔しますね。はい、ちょっとリスナーの皆さんにちょっと挨拶を。あ、どうも。左のカメラ上げて、左のカメラこっちアップで、ほら来た。あ、どうも、本日ニコナイト初参戦させていただきます。どうも、F リアルのリオと申します。よろしくお願いします。なんかお前ら二人止まるやな。なんか硬いな。いや、もう緊張してるんです、本当に。そして俺さっきこっち向くやろ。こっち向くやろ。はい。これボンボリでかいやん。すっごいニット帽が実はちょっとずつ抜けていってんのよ。あ、リオタンって来てるよ。あ、リオッチ。あ、もしかしてリオのことを知ってる子が見てくれてるのかな。ありがとうございます。公平じゃない。かっこいい。公平はね、今日今ちょっとミーティングしてるのよな。はい。してます。そう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 。代打じゃないですけど、はい、お邪魔させていただいてます。服が変とか見て、これどうなってるのこれ。これまずね、あえて肩が出るようなファッションになってるんですけど。あ、わざとなんや。はい。で、前の方開くようなダブルジッパーになってて、ダブルジッパー見せるような服になってるんです。なるほど。ちょっと露出度高め。まあ、いくつになったの。22ですね、今年。あ、これの1個下。はい、そうです。はい。22、お前がいくつ。はい。あ、僕は20歳。声がちっちゃいわ、お前。なんやねん、その、実は20歳じゃないんですけど、20歳って言っときますみたいな空気流したら、お前、そういうのがもうなんか、ガー書かれる。いや、結構僕20歳なんですけど、うん、あの結構23とか4とかに見られちゃう。逆に上に。そうなんですよ。え、もっとガキに見えますけど。あー、やっぱり。うん。あー、そうなんですか。スカイプの ID 教えてもらえませんかって来てんで。え、あの、お蔵入りになったスカイプ。お蔵スカイプの ID。
お蔵入りのやつ声かっこいいってこれ誰のこと、リオ、ヒデ、それとも俺、いや、なおちょっぱりおもれ誰だ、服が占い師ってなってんだお前占い師じゃ占い師、占い師あ、占い師、あ、ちょっと魔女っぽいっすかミーティングと公平、なんか似合わない確かになでもあいつも店では一応立場があるからちゃんとやってんのよ、あいつもいや、今しっかりしますもんね、うん、頑張ってくれてるな、はい、小平さんかっこいいですもんね、かっこいいっすおばる、お茶、お茶で、いいか、ジーノ飲むあ、いただきます飲みましょう、ジーノほんまに言うてんのえ、お前飲むあやめとけや、酒強ないのにヒデってどこのエース、どこのエースってどういうこと、こワンエースのどこです、あ、どこ、あ、あの、アメリカです、アメリカのひいじいちゃんがアメリカ人です。そこボンボンやってますけど。女の子みたい、かわいい。ね。ね。トワはね、後で来るよ。もう先言うてもうたけど。トワ来るよ。なんかトワがもう準レギュラーみたいな言い方されてるもんな。すごい枠やな。僕も会うの久々なんですよ。あの、今日何のキャラクター、今日何のキャラクター連れてくるんですかね、じゃあね、スタジオからいろんなマスコットとキャラクターがいろんなものがもう撤去されてんの、あ、なるほどあれ、なんでなん邪魔やった、やっぱりもうはいせやろうなわかるわで、あれホストとの真剣なお付き合い始めるかもしれません、そんなことここで暴露されてもこれ相談すかねいや、わからない、まあ、言いたかったでしょ、うんほう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 、元橋結構シェア率高いな元橋元橋くん元橋くん懐かしい、お茶ちょっと、とりあえずお茶入れや、ありがとうございます、いいや、気使うなよ本当にいや、会議とかな、そういう決勝のミーティングとかでな、上司として扱って分かるけども仕事終わったらもうただのお兄ちゃんやねんから、ありがとうございます、もっとフランクに来いよ、いやー今日だけお兄さんと呼ばせても全然構わへんいや違うあれで、いつも俺ら出てる時、はい、あれもな、立場逆転させて会話すんのな あ、そうですね、それめっちゃ気まずくないです、いや逆転本当に気まずいですよいやもう、いやそんなめっそうもないってそういやもう僕、ファンタジーグループ入ってからもうずっと直樹さんすごいなと思ってやめろ、こういう番組でそういう俺を褒めるのはいやいや本当です、ほっくりリスナーはそういうもん一切求めてないからもうよりも俺、あ、リオ手振ってって誰が来た、あ、そうそう、あ、もかはしくん来たかもしれないです、来た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 、トア、はい、準レギュラーになってるトアはどうなったのって来てた、ええ、嘘でしょ、えどうも、準レギュラーです、ありがとうございます、なんで今、なんていやもう、ちょっと言いました、何ああ、もうそれバッチバチいっちゃった、あんまり調子乗って俺殴っていいからって言ってんなお前殴っちゃったよ、ガチガチガチ、ただリスナーさん多分何のことか全く分かんないですね、そうですね、すいません、申し訳ないです、はい、ヒデさん手振ってって、はい、久しぶりですもんね、ヒデもね、まあ、まず店に来るのが久々やから、はい、そうですね、復活してから3回目ならそろそろ慣れていいと思ってるんですけどね、僕も久々だ、やっぱり毎回緊張しますよね、まあ、今日ほら、リオが初めて、あ、初めてか、お前マジで、はい、偉いで、ね、あ、言ってましたもんね、なんかね可愛いやん、そんな、そうですね、そうそう、まあ、LINE で今日ご飯行く人いるって言ってますからねファンタジー LINE で、あれも可愛いですね、逆に一人で飯なんかよく行かんもんあの時間に逆に起きるのがすごいですよね、タワさん、タワさん、今日のもたわしさん、もたわしだから、おらんねん、ないねんて、もたわしくんはね、結構忙しいんだよ、一番やっぱもたわしが、はい強いな、あ、マジですか、やっぱよう言われてる、元橋くんちょっと近々、出す、下手したらお前の名前がトワじゃなくて元橋になるし、そうやろそれ、名字、名字いくっすか、元橋、名字元橋にせえや、はい、元橋トワにせえや、お前また名字ないやろ、
ないですね。元橋とは似てる。あ、元橋。そう。ずっとここに。あ、それめっちゃいい。あ、常にここに、はい。え、オーダースーツでここに絶対しにいなきゃいけない。あ、もうくっついてるやつ。いや、もうそう、オーダースーツ作ると同時に、元橋をもうここにあの、縫い合わせる。縫うとかそんな面倒くさいこと言えない。はい、アロマルマで十分。アロマルマ。シンプル。やだわ。なんか。右の方誰って、右ってこれ画面から見たらどうなの、誰どっちなの、どっちですか、リオになるの、あリオ、あのな、はい、オープニングから途中途中で、はい、あれやね、入ってくる人おるから、はい、要所要所で自己紹介挟むの、あそれ絶対した方がいい、ね、10分刻みで、はい、あの F のリオですって言って、はい、いいですか、いいよ、すいません、クラブ F リアルのリオと申します。浩平君の後輩になります。はい、お世話になってます。何が面白いんだよ。いやいや怖いな、お前。怖いな、ほんまに。怖いって言うの、ね、いや、今緊張しすぎて、3手を落とした。気使って喋るから、それはそうですね。リスナーはそんな求めてないと。はい。直樹も手振って、まあそれは、あとな。いつも言ってるからね、スカ ID 検索できないって書いてるよ。スカ ID? で、今振るみたいな。うふぅ、待って、待って。どうする、そういう時どうする、そういう時どうする。いやいやいや、何じゃなくて、リカス、何リカ ID? じゃあ、リカ ID って何すか、リカ ID って、どこに書いてん、リカ ID? さっき書いてるでしょ、リカ ID? スカ ID やろ、あスカ ID? スカイプのね、あ、俺やろ、スカ ID やろ、何リカ ID って、どっちでもええやねんですよ、さあ、いよいよ分かるぞ今日も逆に、今日もはい、あ、リオの声やばい、あらどっちなんですかね、これはやばい、ヒデさん、キャバタンキャバタン、あヒデはよし、今日も言葉遣い反対のやつやる、いいよ、マジですか、いいよ、だから、どうですか、いやいや、今やろ、超気持ち悪いですよ、よし、今日も言葉遣い反対のやつ、やったことあるってことですか、いや、毎回やってらして何言ってます、何言ってますか、そっちのね、俺反対語かと思ったんですよ、いや、僕見てたんですけど、気まずいですよね、だいぶやるんだ、上司と後輩が、あれですね、もう何言ってんの、ちょっと待って、ルール説明しよう、ルール説明お願いします、説明しよう、まず、はい、お前たち全員が繋がってない、そうね、グダグダ、リオが来ることはすみません、はい、リオが来たかったからな、はい、ちょっとびっくりしたよ、すみません、お邪魔します、はい、小手派、分かる、いきますか、反対のやつ、リオ、アシャシー、どういうこと、え何だこれあのね、ちょっと先に、はい、携帯の、あ、いや、じゃあもう逆にしよう、はい、だから、え、あ、ヒデさん、ヒデさん、そう、だから、一番お前が若いわけやんか、はい、歴で言うから、はい、だから、お前が一番上やん、そう、あ、逆、お前が一番上、だから、俺は3人全部タメ口、むしろ、タメ口、むしろグワグイグイグイ来たよ、グワグイ、他のえ、これ後で裏呼ばれるとかない？ないよ、ね、お前さ怖いわ、そういうのするから、ね、だから俺がそんなしてるよね、イメージが変わるし、じゃないんですけど、怖いわよ、だから逆に初めてなんでどういう感じになるのかな、いいの、ここ、いや、何でもしたら笑い止まれたらなんだどっけなのだから、リオさん2番目やるってこと、お前が全員にタメ口やろ、タメ口、むしろもう上から目線、そう、マジでタメ口ってほら、同じ目線やん、ちゃうで、上から行かなかった、そっか、それ、結構レーベルで、リオは、はい、ヒデに敬語、俺ら二人にタメ口、あ、そうそう、あ、じゃあ俺とってあのヒデ君が直樹さんみたいな扱いを、そうすればいいってことだ、そうそうそう、で、そうや、僕がお前はだからミジンコ扱いね、ミジンコ俺違うよボードゲーム始まってないのにお前にタメ口って聞かれましたよ、そういうゲームでしょ、結局は微生物、そういうゲームでしょ、あ、そうか、じゃあ僕が直樹さんにタメ語、タメ語で、二人に敬語ですね、直樹さんはみんなに敬語っす、俺が皆さんに敬語を使えばいいって、はい、じゃあ行きましょう、じゃあ、いつものやつになりましょう、はいはい、行きましょう、誰か言う、スタート言う、じゃあ僕が言います、よーい、スタートね、じゃあこれ俺の直樹、はい、頑張りましょう、するなぁ、はい、いや、もう終わったんですよ、え、さっきキャンペーンも終わったんですよ、あ、そうなの、じゃあ俺一人でお前、え、何先輩の俺が、そんなんすよ、一人で飲むダッサー俺ダッサー、一人で飲む俺、その前に俺にないの、あ、すいませんその前に、申し訳ないです、その前に、え、ですよね、ヒデさん、絶対ね、あ、すいません、いただいてます、あ、すいません、すいません、じゃあ失礼します、ほら怖いなぁ、いただきます、何なんこれ
あのね、その携帯の話なんですよね。そうそう、携帯の話なんですよ。裏でフルボッコ怖い。ないよ。したことないです、ね。ないけどね。ないですよ、本当に。あくまでのね、あれですよ。あのね、携帯僕はまあ、ブログに書いたんですけど、はいはいはい、その黄色いね、携帯やったんですよ。大概って。昨日、そうですね。はい。はい、ならね、まあもうそれ、実はもうごめんなさい、もう変わっちゃって、もうほら、はい、あの新しく、ガラケーは綺麗になりました。あ、意外で、はい、で前使ってた、シャープの SH の 01B かな、はい、はもうなかったんですよ。はい、もうその、新しいのが。あ、はいはい、ないって言うて、これはなんかね、これは SH01C になりましたね。なんかね、ちょっと前のやつのより2個新しいやつ。2個新しい。昨日でも一緒。グレード扱い方とか。グレードが最新になっちゃったんだ。へぇ。じゃあわざと古いの使っとったんで。はいはい。敬語使ってたんですよ。それはゲームだよ、そんな。そうなん。ヒゲいいっすか。ヒゲ。痛い痛い痛い。怖い怖いな。怖い。いや、いいっすね。怖い後輩がいるわ。でもね、新しくなりすぎて、使い方が全然わかんないんですよ、これ。へぇ。今 iPhone スマホでプラス、はい、プラスその2に私、はいはい、iPhone 買いました。3台ってこと？じゃあ僕今携帯3台あるんですよ。うわー、なんなんこいつ。3台こいつ、リスナーのお客様、3台ってあのね、どれだけどうして違うんですよ。僕このガラケーをこの iPhone に移行していこうと思うんですよね、はい、あ、はい、やっぱ iPhone の方がいいですか？徐々に。それは今敬語来ました？いや全然来ないけど、いや iPhone とかええんかっていう話だけど、いやそうです、いや iPhone 何がその、いやあのね、はい、スマホなんかね読み取り遅いに対して、あ、 iPhone の5は早いっすね。容量とかその増えるっすか？ただ僕あのね、この iPhone 持った 5 を持った理由は、うん、もう完全ゲームです。うわ出た。あ、はい、もう分かるわ、大体2ですね。大体分かるわ。違う、あの、はい、iPhone にしかないゲームがいっぱいあるんですよね。あ、そう、あ、iPhone だけにしか。一番やりたかったのはバウンドモンスターズっていうのをやりたくて。バウンドモンスター、何それ、知ってる人、知ってる人分かりますか？知らないんじゃないかな。バウンドモンスターバウンドモンスターズっていう、はい、ぜひ知ってる人お願いします。名前の通り、そう、あのモンスターが下にいて、モンスターがポインってなんかしたら、弾がこう跳ねたりとかしてモンスターを倒すってやつなんですよ。わかりやすいそれ、はい、めっちゃわかりやすいそれ。うん、とは公開した ID から変えたでしょ。変えたよそれは、もちろん。うわー、それはそれは裏切り行為でしょうよ。あんだけスタッフの先輩おい、重いぞこの先輩の言葉が。いや、それはスタンプがさ、決まって、はい、謎に iPhone と iPhone5 を持ち歩くし、謎に、それは謎やな。ちょっと待って、うん、ポケットモンスターじゃバウンドモンスター、バウンドモンスターですよ、バウンドモンスター。リオタン喋って、喋って、 SD 使えないよ。そう、SD は使え、あ、そっか、え、そっか、 iPhone は使えないってこと。そう、あ、バウモン、そう、バウモン、バウモン、バウモンっていうんだ。それは略してないんだね、バウモン。今いろんなの流行ってるんですよ。リオなんとなく置いてけぼりやってなってんで、いやそんなことはない。やっぱりやるんだね、ゲーム。あ、リオさんゲーム、ゲームパズル&ビーストね、クソの、これそれも聞いた聞いた。あ、これ面白い、うん、ゲームって絶対やっぱやるんだ、みんな。あ、アップルか、アップルじゃないかの問題だと思うよ。あ、そうそう、アップルね。リンゴか、トアの好感度落ちたやって。うっそやろ。あ、変えたせいで。あ、でも、ちょっと守ってくれてるけど、ID 変えて当たり前だよねって。うん、ありがとうございます。それは、はい、フォローナイス。では、あ、すごい。さっきは、リオ探偵振ってとか、はいはい。お前誰だっけ？英語、英語、英語、英語。お前って若いでしょ、この人。それ、ヒデタン。ヒデタンさん。ヒデタンさん。手振って、はいはい。手振ってってなんだけど、とは手振れてる。めっちゃ怖いやんけ、この人。怖っ。めっちゃ上から一番振りまし、ちなみに元橋とはの元橋の感じはこれでいいんですか？あー、違うね。あ、違うんすか？違う。まあ、聞いていいです。どうせ面白いこと言えないと思うんで大丈夫です。俺もめっちゃ考えたけど、なかったけど。
何でしょうね、あの両サイドからタメ口で来られてもなんか可愛いと思えるんですけど、今なんかあの、いや俺もめっちゃ考えてんけどって言ったじゃないですか。なんかトラさんに俺って言われてるんです。俺だけでイラっときますよ。誰に俺って言われてる。いやでもそういうね遊びだから、それは。そうですよね。あそういう遊びだからさ。別に俺がいくら直樹って言うかね。とはピース早よ。いや。地味。何別にえスピースですね。いや、待って、待ってるだけですよ、見てるだけですよ。とはですよ。とはさん、あれじゃいいんじゃないですか。あの、もういっそのこと、嫌われキャラでいいんじゃないですか。逆に、あ、逆に行く、俺。あの、なんかいますやん。逆に行く、俺。あの、芸人とかでもいますやん、嫌われキャラ。あ、楽しいっす。ノンスタイルの。あ、それそれ。あ、それで。それそれそれ。井上。井上。井上行く、俺。ヒデリオ可愛いって来てますよ。もう、あのね、俺とは手踏んだって、うん、関係なかったよね。結構出てる俺結構。あ、もうリスナー1500行きました。おおスタッフにも敬語なって思った。1600結構出てるよ俺。1600人がトアさんの面白くないことを嘘やろ聞いてますよ。嘘嘘嘘嘘嘘。いつも出してよ。いつも出してるけどさ、いつもの出してる。なんで、なんなんですか。僕ほんまリオさんにそんな苦情を受けるんですよ。僕黙ってないっすよ。なんなんすか、危ない、なんなんすか。自己紹介いくらしちゃいいよ。うわー、今のは、今のは絶対もう、あれトワ君結構好感ある。そうなんですよ。そういうことですよ。僕はうまくやってますよ。まあね、確かにあの、はい、終わった後ね、よくね、すいません今日僕これで大丈夫でしたかとか。それすげえ、いやそれは絶対、それはちょっと恥ずかしいっすね。いや僕はもう直樹さんとずっと一番の付き合いね、長くさせてもらってるんで。いやそんな覚えはないです。ないかい、違う。あれ一番長いでしょ。ダメっすね。違う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 、やめますこれ。いや違う違う違う、全然いいんですけど。いいですか。いいんですけど、ただ、はいはい、ちょっとね、すごいんすよ。体のどっかがピクって動かれちゃうんですよ。なんか、OK ですかそれ。やめろよ、あるやんけって言われると、はちょっと、一瞬頭の中で、言い方すかね、それ、もしかしたら。危ない。うん、怖い、怖いな。直樹さんにため語使うとは、ゲームだと分かっててもイラって感じ。やばい。あそれゲームなのにさ、それ怖いな。とは、あ、リオタンの笑い方癒されるやって。おー、すごい。ありがとうございます。笑ってください。いや、でも乾いた笑いみたいって言われるんですよね、すごく。なんすか。いや、めっちゃ乾いた笑いだ、はい、本当に心が笑ってないでしょ、ね、違うんですよ、はい、ちょっと待ってください。はい、どうすか。あの、はい、どうすか。ナオ君、後ろ値札ついてるよって言ってたぶんね、値札あ、帽子の これ帽子でしょ。飾りのことっすね。あ、これ、これね、飾りバッジみたいなのついてるんですよ。あ、これついてますね、1キュッパーっす。え1キュッパーです。なんで値段知ってるんですか。いや知ってますよ。コロニーとも1キュッパーですよ。1キュッパーですよ、ほんとに、はい、僕ね、このボードリがね、でかいの探しとったんですよ。アマゾンで検索してれば。アマゾン今滑りましたよね。怖い、怖い。今滑りましたよね。怖いな。ヒデさん、マジですか。僕滑りました。あの、罰ゲームで、あの、なんか書いてあった。それはフォローできないわ。何何あ、キス顔。罰ゲームでキス顔って書いてあったんで、ちょっとやってもらっていいですか。やってもらっていい。あ、そこあれ違うんですよ、あの、はい、両サイド喋ると、はい、怖いよ、怖い。音が止まるんですよ。いや、めっちゃ怖い。時間が。嘘でしょ、これ。あの、のん…ちょっとごめんなさい、はい、ツッコミですよ、はい、あの、敬語ですけど、はいはい、ツッコミなんで確認していますね。はい、行こう、行こう、ツッコミ。いいですか、ツッコミ。お前ら沖縄か。お前なんかあのまったり感、まったり感すごいな。なんかね、あの、まったりするよね。ねえ、なんか、タイミングとかどこまで噛みついていいものなのかっていう。はいはいはい、うん、それは噛みつけや、それ、どん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 。直樹さん、リオの服装について一言。なるほどね。あーこれリオ、ツッコみたいらしい。あのね、あの、ほんとでもこれはね、リオさん、はい、あの、真摯に受け止めるべきですよ。ファッションについては僕も怖い怖い幾度となく言ってきました。それはやっぱりファッション界のリーダーが言うから。だからやっぱりリオさんもっとね、いろんなファッションに目を向けていくべきですよ。うん、いろいろなファッション。アバウトですね、お前。じゃあそうじゃなくて、そうじゃなくて、そう。番組やな。番組で、あ、番組ですよね。番組です。で、いや、いいこと言ってるよ。いいこと言ってますよね。
やでリスナーなんか僕めっちゃ悪いって言ういやそれはないのマイナスのこと言ってるみたいな全然いやなんか全然いいんですよすいませんおい謝っちゃったいやだからそういう感じにされますとすごく気持ちが悪くなっちゃうんで普通にあっさりの方が僕いいと思うんですねそこで逆に突っ込んだ方がいいです今ガチのやつかと思ったんでもう本当にいやガチなんですけどガチなんですけどあくまでもフレンドリーに一回 CM 行こっかそれは行きましょう両サイド変えようかいったらちょっと両サイドねリオならどこまで噛みついても大丈夫だよって噛みつきやとしたらあ、これいい質問よ、リオさん今日の服のコンセプト、これね、だからコンセプトが絶対いるのよこれから僕ね、服とかでもなんでもねまず今日の何かを中心にいろんなコーデをつけていくんですはいはいはい今日は僕ね、ニット帽だったんですそうですねで、このニット帽に合う服をチョイスしていくんですよちょっとカジュアルですもんねそう、そうなんです最近で僕よくニット帽を斜めかぶりしてたんですけどあ、髪の毛短い時って前髪出してニット帽をかぶると可愛くなんねえあららららら、可愛いそれで僕ね、今日ちょっとこのニット帽にしてみたんでちょっとこっちアップもらっていいですかどうですかちょっとナオ君アップナオ君アップナオ君アップナオ君がニット帽でこう可愛くかぶってますよ、どうですかえ、アップなってるあ、なってます、こっち、はいこういうね、前髪出すとちょっと可愛くなるんですよねあ、さっきね、ネクダって言ってたんです、これよネクダじゃない、これねこれですね、これブローチって言うんですか何ですかブローチブローチブローチ何これはチャームでいいんじゃないですかチャームでいいのチャームでいこうチャームでチャームがついてるちょっと熱くなってきましたねまあまあちょっと僕ちょっとパーカー脱ぎたいんでちょっと僕一回外れますねあ、オッケーはい大丈夫これで大丈夫どうですか外れるんだ僕は一回ちょっとマジでそっちに行って3人で行くってこと2本ぐらい外れますんでマジではい、ゲームは遂行したままでもちろんもちろんそれもやんけもちろんあ、すげえあ、ちょうどよかったスタッフから CM だってあ、ちょうどよかった、危ねーじゃあ一回 CM 行きましょう、すみませんはいそれでは CM どうぞさあ、開けましたはいもうあれ今の CM いろいろありましたもんね CM 中に CM 中に CM 中にいろいろあったわなねちょっといいですかじゃあ大丈夫ですかリオさんリオさんなんか右いらっしゃいませ危ないいらっしゃいませありがとうございますはじめましてトモですよろしくお願いしますいやはじめますいや暑いねはいいや春になったらめっちゃ暑かったわちょっと何かぶってなんだろうねなんかもうこのガスも川さんに何だろうねってクエスチョンされるとはいはいはいもう分からないですいや暑いもん外すごい起きたからずっとすいませんでもコーデはバッチリですよねずっと色もやっぱりこれ何帽って言うんですか何がこれ何帽って言うんですかこれは何これ学生帽学生帽学生帽これは僕そんな学生見たことないんですけど危ないからねそれで飛ぶ今の時代何が起こるのかでも今度水島ヒーロー似てるおあらそれはそうそうこれで確かに似てるよく言われるあ来ました左腕に元橋嘘お元橋ああごめんなさいちょっと今日元橋ね欠席したんですよこれ見したことありましたっけいやこれあこれは
これはもう、じゃあ、おい、直樹、やめろ、これは。いや、どうぞ。今日は、今日は、今日は行きましょう。あ、今日は。今日はリスナーさんに。いや、僕が言うより、直樹さんが言った方が、まあ、伝わりやすいですね。直樹さん、そっちのアップで。直樹さんで、そこは直樹さんで言っちゃいましたけど、行きましょう。何がこれなのかとか、あるでしょ。ちょっと待ってください。はい。今の CM に出てた人ファンタジーで会えるの？ CM に出た人は冬月グループだよ。そうなんですけど、いや CM さっきショーのとこの最初の頃が出てるんですけどかな、はい、違うわ。いや絶対うちも作った方が絶対いいですよ。だからそれまた金の話になってくる。いやだからナオさんって前言いましたよ。いや絶対また金出せばいいんですか。あ出してすぐ金なお金ですぞ。おいポケットマネー。なお金ですぞ。ポケットマネー。お金いいですか。リスナーの方いいですか。なお金いかない。 CM 作っちゃう。いくら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 。俺今日は止めないから。いくらいくら言え言え。いくらやぶ後で。いやいやこれで誰がリアルこれでこれおいチップチップチップ誰がリアルの話しないの。怖いですねこの世界は。本当にもう水商売はこういうことあるからね。本当に危ない危ない。もう今年のね、春のテーマカラーはね、黄色ですよ。あら黄色ね。黄色がね、皆さん言ってますもんね。流行ってるんでね、流行るっていうか、まあ流行るであろう色なんで、僕はこの下とね、重ね着なんですけど。いいですね。黄色、黄色。これさっきね、下の白パンって言ったんです。これね、白パンじゃないんですよね。これ何ですか。クリーム、なんかデニム。デニムなんですか。これは何色なんですか。ちなみにこのデニムのポイントは、ここのボタンがオレンジ色。あらえすごい。これまた流行りの色なんですか。あ、いや、わかんない。原色の。でも、トークと一緒。どれ。あ、オレンジ。ほんとだ。あ、オレンジ、オレンジだ。なんで、下半身やね、でね、ここもね、下半身一緒なんだよ、俺。あ、かわいい。これね、ザラなんですよ、僕、はい、最近、あこのザラ、はい、T シャツ2枚も、はいはいはい、このパンツもザラなんですよ。あら、ザラですか。ねえ、本当にザラね。トモさん、はい、ぶっちゃけてくださいね。はい、寒いでしょ。結構寒いちょっと寒い。びっくりした、俺。ちょっと寒い。今ね、皆さん分からないと思うんですけどね。暑かって暑いって言ったらね、はい、ちょっと、すげえ来るから。あれなんですよ。スタッフが聞き聞かしたか知らんけど、クーラーを。めっちゃ寒いですね。ね、僕もね、パーカー脱いだものの、はい、めっちゃ寒くなってきたんですよね。結構、直に来るから寒いですね。はい。これ、はい、すみません、じゃあ消してもらって。はい。温度センスいらんからね。消して、すぐ。寒い、寒い。見えないボタンにまでファッションあるんだ。そうなんですよ、ね。あらー、おしゃれ。いい男は見えないところにまで気を使う。せやな。リオさん、喋りましたよ。来ましたなんと。いやいや、いやすごい、1時間番組の後にもう残り半分もないのに喋った、ね、そのやめてもらっていいですか、そのやっとみたいな。やっとみたいなんじゃなくて、やっとじゃん。やった、まあ、やっとみたいなっていうのは、はいはい、そうじゃないってことじゃないですか。でもそうなんだ。まあ確かにですよね。喋りたいでしょ、だってもうリオさんのリアクションが、リオさんのリアクションがなんかいじめられっ子みたいな。これそれを、はい、リオさんとヒデさんはあまりそんなに深い面識がないわけですよ、店が違うんで。そうですね、そうですね。でその今僕がリオさんをいじってる瞬間、ちらって今ヒデさんを見たら、ヒデさんは横目でね、横目でリオ、俺かなみたいな、俺も行くみたいな。おい、ヒデはもう慣れてないけど。あのね、ヒデさんはね、悪い癖はね、はい、僕は関係ないですよ。出たー。出た、まさか、まさかの来た。それ一番まずいかもしれないですけどね。自己紹介またせえ。10分に1回すんだ。10分に1回。誰に口聞いてるんすか。誰に口聞いてるんすか。誰に。マー君やめてあげて。マー君。あ、すみません、ありがとうございます。自己紹介行きましょう。どうも。A クラブ F リアル、リオです。イエイ。あ、一番下手なんですよ、それ。これダメなんです、ダメなんです。これがダメなんですよ。それ絶対ダメなんですよ、これは。僕ね、これ、はいはい、スタッフも聞いといて、はい、歌うま選手権とかでも、ああ、ありましたね。いろんなホストの若い子出てきたでしょ。はい。僕ね、そのホストで何言われても構わないんですけど、はいはい、別に。言うときますよ。あ、ニコナイトとかこれニコ生でね、はいはい、若いホスト出てきて、はいはい、一番やんのが、イエーイ。あ、で、あるね。もうその時点で、安っていう。ど素人。おはようとかの、ニュース番組のロケ地とかの後ろで、
もうカメラ向けられてはすぐピースしてしまう。あもう全然どうしようか。田舎のタイプ。ああどうしろと思う。リオさんそれはダメですよ。群馬県のやつ。もうでも、まあ、これぶっちゃけなんですけど、カメラ久々なので。カメラ久々すぎて、家行って一回やりたくなった。あ、まだのですか。あ、でも癖でやっちゃうのは久しぶりだから。なんか反射的にやっちゃう。お前見てないからね。なぜ今皆さん途中でシャメの眠ったんですか、はい、今せっかく一気に良かったじゃないですか。一瞬1秒だけちょっと、はい、いい感じに今来ました。いい感じでしょ、はい、いい感じ、はい、来てな風だったけども、はい、はい、1秒だけちょっとナクさんの目があって、はいはい、それで放送じゃないところに戻った感じがします自粛したんです。深いな逆に。深いね。ちょっと分かりますか、リサさん、今の会話すげえ深い。でもあーむっちゃおもろい。ナクさんしたいってことだよ。ちょっと一瞬1秒だけビクッ。すごかったね。あのね、皆さん明日明後日でね、もう一回これ見直してみてください、はい、今ヒデさんめっちゃ喋って、あーうずいぜ、はい、すごい、あるそれ。もうね、はい、会話のフェイクアウトじゃないですよ。あの僕こういうファンさんじゃなくて、はい、いや分かる、はい、止まってる精神精神だ。うわ、うん、これすごいな。結果、直樹に怯えてるのね。違うから。いや、怯えてはないですよ、怯えてはないですよ。怯えてはないんですけど、はい、うん、なのでね、ちょっと、いろいろあるからね。だから止まらないで、言い切ってください、言い切ってください。いじめてるやん、うちらが、なんかすげえ。今、ヒデさんの時間ですよ。今、ヒデさんの時間ですよ。嘘でしょ、今。え、あ、どうしました。うん、ちょっと、ヒデさんアップ。はい。あ、やばい。標的が回ってきたような気がする。標的が回ってきたんだよ。あ、見る見る見る。ヒデさん、ちょっと眉毛エグいっすね。ないっすか。眉毛エグいっすね。ありますよ、ありますよ。照明の具合でね。あ、そうね。あるんですけど、画像の全部がね、ちょっと薄くなっちゃうんですよ。で、チーク塗ってるんじゃなくて、ちょっとお酒入ってるんですよね。そうなんですね。ちょっと一言ですよ、リスナーの方にちょっとバチッと。はい、行こうよ。うん、アピールしよう。あの、僕、ヒゲは諦めませんね。いや、諦めてください。あ、それそうですよ、それ。あ、アンケート、アンケート、あ、思い出した。いきますか。リスナーの皆さん、今1500人を超え、はい、今何人超えたの。今2000。おっ、2000。だ、2400。ヒデ君のヒゲがいいのか、僕のこの格好がいいのか、ちょっと。じゃあそこ、いやいや、ほんとにないですよ。大丈夫です。もう、あんまり、ちょっと、あ、すみません、突っ込んでもらいました。じゃあ行きましょう。いや、そういうのしてあげないよ。あの、実際皆さん、すみません、アンケートで、あの、ヒデさんの、はい、ヒゲ。ヒゲは、はいはい、あり、なし。なし。あ、どっちかね。はい。わ、それ知りたいな。それによってヒゲも変わるからな。いや、僕本当に、180% なしです。なしで。もう、こんだけ綺麗に変わってはるのに。直樹さんはなしで。はい。うん。行きましょう。でも、この中で言ったら、3人ともなし。でしょ。いや、そう、なし、なし、なし。だって、びっくりするね。久しぶりに見た時にね、ヒゲ入ったから。そうなんですよね。それ、あの、なんか、あの、あれなんですよね。ラテン系ですけど、ガテン系。いや、全然違う。今日ね、全然違う。逆上にね、はい、僕、あの、ラテン系にって、俺、ラテン系にって聞こえたんですよ。はい、わかるでしょ。スペインとかね、いろいろ。ラテン系になりたいんですよ、はい、って言うから、ラテン系って思う。はいはいはい。誰が待てちゃいねん。CM でね、ありますもんね。用意してた。ラテン系。あの、まあ、はい、ガテン系になりたいらしいんですよ。ああ、涼しい。こんな色白くてヒョロヒョロで、はいはい、白いタンクトップがこんなにも似合わない。ね、ヨレヨレやね、一番。あの、はいはい、よく今の V ネックとか、はいはいはい、U ネックとかありますけど、はいはい、もうこれ、何ネックダルダル。すごいな、お前それ。タンクトップなんですよ、ほんとに。色もちょっと染みついてるし、なんか。でも、ガテン系に、ね、なりたくて。はい、そうしますよ。ヒデさん見たとき、無人島から帰ってきたようにして見えなかった。あ、その感じですよ。その感じが、ちょっと。誰に口聞いてるっすか。ずれる、ずれる、やめろ、ずれるから、これ。ずれるわ。あ、今、ちょうだい。もう OK。オッケー。ありかなしかで、ね、いきましょう。これで、本当に明日剃るか剃らないか。1があるとか、なるの。はい。1があり。オッケー、あ、それ来た。85.2% なしです。あー、これもそうだな、それは。
なあ、すみません、電動シェーバーあります？マジで、そら、そういうことだね、お前、結局は。これちなみに、トワ君だったら誰ですか？ヒゲありか、なし。あのね、それはトワさんなら僕、ありだと思うんですよ。あら、トワやったら池田さんもありますもんね、ヒゲ生え。僕は定期的にはいろんな格好しますから。それでも、ありかなしかって聞いたことないですか？さっき見てました、コメント。うっせぇな、マジで。本当さ、ヒデさんって清潔感ある方がいいんですよ。そうです、絶対、はい、絶対そうだから、ヒデさんは。ミスロンのね、はい、イオリっておんのよ。はいはい、いるんですよ。あ、イオリさん、はい、の、はい、はヒゲ似合うんですよ。だから、うちに対してユイ代表が似合うんですよ。で、ヒデさんがね、ユイをちょっと意識してるんですよ。あ、そう言ってましたね、なんか、はい、リスペクト。なんか、ま、あの、ミュージつけても松沢はつけるって言ってましたね。セリザワね。セリザワだ。で、ユイさん。完全パクリやんけ、それ。セリザワヒデにすんの。完全パクリやん。でなんでさっきから先輩に対してそういう口を聞き出するんすか？だから俺がな、はい、してんの？なほら、なマジで？あ、ひげさん、すいません。いや、でもひげはないと思う。ね、なんいや、もうほんまに怒った方がいいっすよ、二人とも。本当にひげはない方がいいっす。ひげない方がいいっす。はい、なちょっとリオに謝れ。あ、ひげさん、すいません。宣伝した方がいい。トワ君あかんねえ。トワ君あかんねえ。何これ？なんかすげえ、あのね、なんかなんやろな、なんか中途半端で、僕なんかなんて変な感じですね。松本ひとし風に言うんやったら、はい、嫌いやわなんかやれ、切れない、なんかこっちの方がまだいいっすわ、なんかすげえあのね、わかりやすいですもんね。今ね、ゆい出してって言うんですけど、もうゆいは絶対嫌がってるんですよ、ね、はい、そう、ずっと言ってますもんね、ゆい、うん、なんでなんですかね、逆に、うん、いや、もう恥ずかしいんでしょ、そっち、うんネバーフェイズでも結構ね、あれなのに。ああ、違うんだ。リスナーに喧嘩売るとはフルボッコ決定って書いてます。うん、あ、こっち来いやるぞ全部これで前受け止めるぞ、これで全部受け止めるから抑えきれないこれで、まあ、そろそろじゃあ、トアさんの左腕のお、あれについて話しましょうか。あれほんと、めっちゃ嫌なんですよね、自分自身は。いやいや、別に嫌じゃないけど、あの、トワさん左手にですね、まあ、タトゥーを入れてるんですけど、うん、あの、まあまあまあね、星座でしたっけ、うんうん、星座前にね、前にもう言ってたと思うんですけどね、ちょっと行く、行く、あ、なんか、ちょっと、はい、あとちょっと嘘、ダサッとだ、俺見えます、アメリカンザリガニちょっと成長したやつね、これちょっと成長したやつです。アメリカ、そんなにアップされたらダサくない？アメリカザリガニ、アメリカンザリガニ、どっち、まあ、どっちでもいいか、うん、アメザリなんですよ。アメザリね。で、まあ若気の至りで掘ったんですけど、これ、逸話があるんですよね。逸話、それをちょっとぜひとも。いや、お湯、いや、それは、それはもう直樹が言った方がいいね。僕ですか？いや、ちょっと待ってください。で、ついた、ついた、あのね、昔、はい、どうだった誕生日が、はい、何月11月22日、あ、そう、いい夫婦だ、はい、11月22日、要はサソリ座なんですよ。そうなんです、なるほど、でもそうなんですよ、はい、ヘビ使い座が導入されたことによって、はい、トワさん、はい、伊手座になったんですよ。アルーチューセイで星座が変わるってこと俺だから、左手にそうっす、アメリカンザリ、アメリカザリガニで、こっちに右手に弓のあれ、つまようじでいいっす、だから何やねん、つまようじ、つまようじのみ、はい、一本でいい、いやだから、なんかこう、だから、いてだから弓を、はい、こう、矢は、矢、うん、じゃなくて、爪楊枝で結構、うん、バランス悪い、これめっちゃ細いやん、ちょっと突っ込み下手ですね、ねえいや、まさかここは恥ずかしいんだけどね、おい、ちょっとリスナーはね、川さんのね、滑ってるとこ一番好きですよ。あら、あら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 リスナーの皆さん、もう好き嫌い、別に嫌いでいいんですけど、トワの見どころちょっとコメントしてもらいます。隠そうか、これ唯一トワ、トワさん、トワさんのまあまあまあええかなっていうところ、まあまあじゃなくて、いや、ここが好きとかあるでしょ。いや、あるでしょって僕に聞かれて、僕にはないんで、ありません。はい、ないんか、じゃあ。じゃあお願いします、リスナーさん、僕のこういうとこが好きですよ、こういうかね、喋り方が好きですよってことを全て言ってください。はい、これ、おい何をやってんねん、これは。アメザリしかも、おい俺がどんな思いで入れたかったよ、お前すげえ楽勝、おい、いや、
うちのね、リスナーね、トアのいじり方、みんなめちゃくちゃうまいのよ。うまいわー、マジで。なんとも言えないもん、俺。うん、ちょっとこれさ、なしだったらどうする俺。なしだったら。何言ってるんですか。え、何言ってるんですか。ほら、直樹ラブって入れたらいいやんって。ほら、ラブって何ラブって。どこに書いてます。あ、直樹ラブって入れたら。俺が入れずみで。じゃあ、なんで自分で自分に入れるの。じゃあ、直樹ラブって入れたらいいやん。直樹ラブってタトゥー入れたらいいやん。あ、俺が、あ、ないない、俺ニードって入れるから、ニード。必要だから、やっぱりニードって入れるわ。ねえ、すぐやって、すぐやって、早く。パッリーズ出して、すぐ出して。はい、おもんない。出して、すぐ出して。はい、謝れ。誰に謝るの俺。誰に謝るの俺。あのね、はい、まあね、異色だなこれ、なんか一旦両サイドで食った後に、はい、空気戻すのめちゃくちゃバリキュそうよね、だって直さんしたいからね、これ、だって全部皆さん、本当にリスナーの皆さん分かってないと思うんですけど、多分スタッフが一番分かってくれてると思うんですけど、そうですね、本当に、ね、こういう時の両サイドに振るとね、あのほんまにまた空気戻すとすごいバリキュが、バリキをですね、1回ですね、僕はあのちょっとまた元に戻しておいて、行きましょう、一回 CM 行きますはい、それでは CM どうぞ。海外進出巨大プロジェクトパイオニアの中のさらにパイオニア、そうだね、俺がその顔で先駆者というかパイオニア、ベストオブパイオニア、何やるんですかね、パイオニア冬月グループだからこそできるスペシャル企画、なんと今なら従業員1人紹介につき10万円プレゼント、ええリュラさんのポケットマネーから、いやいや、それやないから、あれ、何しようと思ったの。え、何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 かやろう思ったの。何それ、何だ言って、言って、そのままそれは、リスナーのお客さんに言われたの。はい、やめて、待って最後、すごい、残り5、6分で一気にパワーラウンド、そうそう取り戻す人のに全部ダウンしてるんだけどちょっとあの、本当に父さん、もう滑舌悪いんで、嘘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 、はい、嘘、まあ、何言ってるかわかんない、マジで、ちょっと最近、はい、気づいた、え、石田さんぐらいの俺、滑舌悪いじゃあ、じゃあそこじゃないです、今、はい、ちょっとリスナーさんに、はいはい、物申していいですか、お、お、行きましょう、物申して、行きましょう、物申そう、アップちょうだい、ちょっと直樹怒ってるよ、あ、直樹怒ってるぞ、あ、直樹怒ってる、物申す、はい、珍しいな、直樹怒るって、直樹怒ってるよ、はい、行きましょう、はい、あの一部のリスナーよ、この CM 開けた時にはな、その CM についての会話やめんかい何や松岡が言うたのに、どこが呼んだこうだ言うたら10万がどの子のやめん、怒ってる、拾えるかそんな、怒ってるコメント、ポケ、はい戻して、めっちゃ怒ってる、うわそうです、え、うわ直くんマジでそんなに怒ることあるんすか、直くさん、もう直樹もそれは怒ることありますよ、うわわわ怖っ、 CM 開けるやつね、やっぱそういうの、 CM 開けると必ずそういう会話をするのよ、あ、引きずってるやん、なんでフジテレビで日本テレビの会話してええんかっちゅう話、絶対カンセルな、じゃあこれやっぱライブルしたよ、ライブルファンタジーの CM 作るべきですね、マジでそれ言うてんねんけど、あ、言うてますけどすごい金じゃん、やっぱりこれマジで何、 CM 出せばいいじゃん、そういうことを言ってるんじゃないのじゃないのじゃないのよ、プライスレス、じゃあ作るね、あるね、リスクが、これがこれが、あ、こっちで、これがね、あるのよ、いや、いやで、ここまで来たら、じゃあこの CM の話をしすぎて、今から CM 作るのが嫌なの言われてから、それそうやね、それそうやね、
それはそうなりますけどね。直樹さん、やきもち。これはでも見方によってはね、100% がやきもちやね。はい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 。やっぱ他のことを言われるものはあんまり好きじゃないよね。まあ、でも確かに CM 作りゃいいやんって言われたらそれで話終わってしまう。でもすぐ作れるけどね、絶対。いや、世の中金って書いてありますわ。怖い怖い。ファンタジー CM あったら最高だねって。ああ嬉しいです。確かに。まあどれぐらい伸びるのかだもんね。いや、CM ね、どうなんですかね。いや、どうしようかな。何万もできないでしょ。いや、知名度こそがあってほんまにもう、はい、なんかちょっと遅すぎて、もういいかなと思って、ね。いや、逆にね、最初の時にね、やればいいけど今更みたいな感じですよ。ほんまに今更なんですか。そうですね。今やったら冬月グループの次に。じゃあ2番戦時みたいで嫌なんですね。いや、そうそう。それは、いや、俺もやだ、そしたら。あ、ショータイムの映像を流せばいいじゃん。あ、なるほどね。あ、よう覚えてんだ、クリーニング屋の、クリーニング屋さんの CM はあってよ。うちの実家のクリーニングの CM 流したのかいことそれ一部しかわかんないですよ、それ。そう。確かに。でもあれなんですよ、Google マップで、あの、ムッシュクリーニングって言ったら、はいはい、僕の実家、写真出ますよ。あ、地図も出ましたね、地図も、はい。出るんですよ。ね、あれすごかった。あれすごかった。地図も出るんですよ。出るんですよ。誰が行くの？今日、ナオキの腕、萌え、どういうことですか？腕、どこどこ？腕、萌え。あー、どっち、どっちの腕？右と左どっちですか？どっちの腕が？トワ君の左やとしても筋肉質っぽいところが。あ、そういうことですか。トワ君の腕は、さっきね、コメントであったんですよ。鍛えてるのっていうか、僕、鍛えてたんですよ。あ、もともとね。はい。まあ、スポーツもありますし。いや、太ったもありますけど、完全にね、はい、あの、ガタイちょっとでかくなった。もともとでも筋肉質ですもんね、直樹は。あ？もういいっす。もう残り2分なんで。あ、読みましょうか。残り2分なんで、はい、ちょっとトワさんと喋るのがちょっと疲れてきた。嘘でしょ。あ、とは手振ってって来てますよ。いやいや、何それ、もう最後の最後です。毎週火曜日、とはのチェック。いた。すいません。すいません。ほら。全然振ってない、手を。ムッシュクリーニング、そうそう。あ、俺これいらんこと言わんほうがええか。いや、ムッシュクリーニングとかって言ってしまったら。おかんが絶対もういろいろ来るんじゃないですか、もう。変な注文とか。とはさん、とは前より喋るの上手くなって。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったら俺ここで出てるから。やっぱ回数。え、トワさん、回数で言うと何回目なの？え、してんの？6回、5、6回行ってる。え、後編より、同じぐらいじゃないか。いや、出てないかも。うわー、悔しいな、それ。メインはでも後編なんですか、その。ちょっと待って、何これ。この赤い字何？これ何これ？払んでええわ、あいつそんなんせんでええわリンク。お前、うちらをガンガン怒られてどないすんねん。怖っ。でも、売り上げがすごい伸びたらびっくりだよね。来るか、これでお前。いかんでしょうよ。お前、地方の人がお前言って。うん、わざわざ。予約ばっかするねん。架空の予約するねん、絶対。ちょっと待って、もう時間が残り30秒。はい。はいはい。早いもんですね、いや、すごい。最後の会話がすごいね。はい。早かった。今週も、リスナーの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。もう一度ですね、紹介しましょう、はい、一番左はクラブ F の、リアルからはね、クラブ F リアルって言うんですけど、リオ、はい、で、こちらね、ファンタジーの、はい、ずっと病弱だったんですけど、ヒデ病弱そして、トワで、私、ナオキが、この1時間お送りさせていただきました。それでは皆様、おやすみなさい。捨てもなく溜まり込んだことにしたね。何回目の錯覚だ。笑っていたのさっきまで伝い込んだ仮面をやめ。落下に紛れ込み死んでしまった順序。ましてや無情なこの溺れているんだよ。息もせずに壊れてゆくこの街で。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。